清美鎮は大韓民国海軍の潜水艦救難艦。艦名は全羅ランドオフと石間郡にある統一白木時代の海上の要塞、清美鎮に由来する。大韓民国海軍の潜水艦戦力の造成に伴い、これを支援するため、1992年に発注がなされた。大宇宙工業では DW-4000R として輸出市場にも提示している。 線形は挑戦手労型とされている。主機関はディーゼルエレクトリック方式とされており、推進発電機は V 型16気筒のマン 16V28、32、ディーゼルエンジン3機を原動機としており、電動機2機で可変ピッチプロペラに軸を駆動する方式とされた。簡易保持のため、サイドスラスターを艦首に3機、艦尾に2機備えており、これらは主機関ともに、 自動簡易保持装置のサブシステムを構成している。潜水艦救難装置としては、当初はイギリス海軍の LR-5 深海救難艇を元にした LR-5K を搭載していたが、2008年11月に新型のドザー -5 に更新された。これはイギリスのジェームズ・フィッシャーディフェンス社によって建造されたもので、全長9.6メートル。 全幅2.7メートル、高さ3.8メートルで、速力は3ノット、水深500メートルまで対応できる。乗員は3名で、一度に要救助者16名を救出できる。また救命用のレスキューチェンバーも搭載しており、チェンバー運用時の4点経流のため、大型の経流不標4機が、環境前に搭載された。完備には、これらの要項のための、A、フレームクレーンが、 備えられている。潜水作業支援のため、深海潜水装置も搭載されている。これは、遭難潜水艦への DSRV メーティングの支援などのために飽和潜水で潜水士を進出させることを想定したものであるが、また同時に、遭難潜水艦が浸水して、乗員が高圧に暴露されていた場合、飽和潜水の技法を用いた減圧を行ったり、 減圧症の治療を行うためでもある。本館の DDS は、大型の再圧チェンバーである、環状減圧室と、これと連結できる潜水球である、人員輸送カプセルによって構成されており、水深300メートルまで対応できる。また、潜水母艦としての機能も備えており、蓄電池の充電や養殖、燃料、酸素及び、清水の補給を行うことができる。 2000年の初回実施以降、各国共同の西太平洋潜水艦救難訓練に参加している。2012年には、航海に落下した銀河3号の回収にあたる海南救助隊の潜水作業支援船として活動した。州の隊員は DDS を用いた飽和潜水によって水深85から88メートルまで進出し、部品の回収に成功した。 ありがとうございます。